皆さんこんにちは、クリエイティブピースです。今日は俳優シリーズミラ・ジョボビッチです。イエーイ。ミラ・ジョボビッチ、ロシア生まれの45歳、ロンドン、モスクワを経まして5歳の時にロサンゼルスに移住しています。11歳からファッション、広告、雑誌などのモデルをして、13歳でスクリーンデビュー、16歳で初主演となるブルーラグーンに出演しています。22歳の時に後の夫となるリック・ベッソン監督のフィフス・エレメントのヒロイン役で大注目を浴びました。その後も彼女の代表作となるジャンヌ・ダルク、バイオハザードシリーズなど大作映画にも出演しています。2000年代前半には日本企業の CM にも数多く出演し、お茶の間でも人気になりました。日本のアニメや相撲好きとして知られる、こよなく日本を愛する親日家であります。また3月26日日本公開予定の、現在夫であるバイオハザードシリーズを手掛けたポール・アンダーソン監督のモンスターハンターでは主演を務めます。今日の衣装はですね、それぞれピックアップしたミラさんの作品に合わせてコーディネートしてみましたよ。こちらもお楽しみに。背景はミラ・ジョボビッチといえばブルーアイズね、綺麗な目をしている動物といえばシベリアンハスキー。同じロシア、ロシア県、ロシア出身っていうことですね。似てるね。似てるね。じゃあ S からお願いします。皆さん、ミラ・ジョービッチといえばどんなイメージが湧くでしょうか。そうですね、アクション女優だと思います。そのね、イメージの走りになった作品を紐解いて彼女の魅力をご紹介したいと思います。ピックアップした作品はフィフスエレメントです。この格好でなんとなくわかりますか？無理やりオレンジ感をちょっと出してみたんですけれども、この作品はミラさんの出世作にしてアクション女優のターニングポイントとなった作品です。1997年の SF アクション映画で、監督はリュック・ベッソン、フランスのアクション監督ですね。そして主演はブルース・ウィルス。私的には結構ブレードランナーの世界観にちょっと似てるなーなんていうふうに思うんですけども、監督はですね、日本のアニメ攻殻機動隊がとても好きで影響を受けた作品だっていうふうに言われていました。作品の話は割愛しますが、この当時ミラさんはですね22歳、彼女はとても若くして芸能界入りしてますので、いろんなことを経験してるんですけれども、アクションはトレーニングはしていたんですけど、なんとこうハイキックがね、まだ高く足が上がらないということで、美術さんがミラさんの足を作って、ミラさんの足にカメラを仕込んで、美術部がこういう風にしてね、上げてハイキックに見せたっていう風に言ってるので、今だとね、多分彼女自身が、ほとんどスタントを使わないっていう風に聞いてるのでできると思うんですけど、まだ当時はねトレーニング中だったんだなっていう風に感じました。そしてフィフスエレメントといえばオレンジのね頭がすごく印象的なんですけども、脱色をしたり色を入れたりっていう風にしてるので、髪が傷みすぎてほとんど抜けてしまったそうなんですよ。なのでウィッグを作って、それをつけて撮影に臨んでいたっていう風に聞いてびっくりしました。もう一つ彼女の魅力がですね、すごく賢い女優さんでですね、とても語学が堪能で、英語だけではなくロシア語、そしてフランス語とかも堪能なんですね。このフィフスエレメントでは古代宇宙語っていうのを話してるんですけど、この古代宇宙語はリュック・ベッソンが作った造語になります。新しい言語ですね、ラテン語とか組み合わせて作ったんですけど、たった400語しかないんですが、それをミラさんとリュック・ベッソンが覚えて手紙でやり取りして練習して、最終的に撮影が終わる頃には2人は古代宇宙語で会話ができるほどに上達していたっていうことなんで、もう彼女も本当に才女だなと思いました。ということで、アクション女優だけじゃなく賢い女優さんということで、ミラさんの魅力をお伝えしました。N が言いたそうな顔してるから、どうぞ。ああ、もう言いたかったよ。まずね、髪の毛が溶けたのはね、もうブリーチしすぎだから最初からウィッグでやってあげてほしかったよ。でもその心意気はね認めるし、なんといってもそのね手紙のやり取り最高です。いやー、そこでちょっと愛が育まれたと言っても過言ではない。育まれますよね。他のスタッフが知らない、ね、会話をやり取りしてたんだろうね。何書いてたのかな。いや、もうそれは2人だけの秘密でしょうね。続いては K です。僕からのミラ・ジョボビッチの作品は代表作バイオハザードシリーズです。現代がレジデント・イービル、意訳すると心に潜む悪魔みたいな感じかな。
になると思うんですけども、日本のゲームメーカーカプコンが制作したサバイバルホラーシューティングゲームバイオハザードです。ゲーム機のプレイステーションの稼ぎ頭となる超ヒット作になりました。それの映画化が2002年パート1から続いて2016年パート6まで続くシリーズものになりました。内容をざっくり言いますと、医薬品メーカーのアンブレラ社の研究所の裏で行っていた軍事用細菌兵器 T ウイルスが漏洩するバイオハザードが発生します。感染した人間はゾンビ化して人を襲う恐ろしいウイルスだったんですね。それを知ったジョボビッチ演じる主人公アリスがアンブレラ社の警備をする特殊部隊員だったんですけれども、真実を暴露して会社を潰そうとしてゾンビやアンブレラ社が放つ兵器と戦うというようなストーリーになっています。彼女の魅力なんですけども、さっき S が言ってましたけれども、フィフスエレメントではまだアクションシーンというのは未熟だったんですけども、この作品からトレーニングを始めたっていうふうに言ってます。アクションにも体を張る女性俳優ということで、トゥームレーダーのアンジョリーナ・ジョリーとともにスタントマンを極力使わないっていうようなアクションをこなすかっこいいヒロインのパイオニアだと思います。スレンダーながらしっかり筋肉がついてね、この辺は N が得意な話ですけども、衣装とかメイクと相まって唯一無二の個性になった作品だと思います。バイオハザード出演以来始めたキックボクシングやブラジリアン柔術、ヨガとかとストイックな食生活の賜物ではないかと思っています。彼女の魅力っていうのはやっぱりアクションっていうところに注目してみました。本当に細いながらとても軽やかな動きをしてるから、やっぱインナーマッスルとかね、すごい頑張って鍛えてるんじゃないかなって思うし、本当にね、言ってる通りトレーニングは食事が9割って言われてたりもするので、まあ、その辺もね、いろいろ駆使しているんじゃないかなって思います。トレーニングは多分フィフスでもやっていたと思うけれども、うん、まあ、まだまだ未熟だっていう風に言っていたっていうことは本当に多分画面からもわかるかなと思うので、そう思うとやっぱバイオハザードを見るとアクション女優としての成熟度、遍歴が見えて素敵だなっていうのはちょっと思いましたね。最後は N お願いします。私がミラさんの魅力を紹介するピックアップした映画はパーフェクトゲットウェイです。こちらは2009年の映画でですね、2人がピックアップしてくれた映画の一番新しい部分になります。彼女といえばね、もちろんアクションっていうイメージが私もものすごくあったんですけど、私はちょっとそこじゃない部分も紹介したいなと思ってこの作品を選びました。デビッド・トゥーヒ監督、どんな内容かっていうと、今日の私の衣装もそうなんですけど、ここにアロハってあるようにハワイでのね、ハネムーンなお話なんですよ。カップル2人に起こるハプニングあれこれっていうお話で、ジャンルはアクションになってます。見どころを3つぐらいあるんですけれども、まずね、可愛らしいミラジョボビッチが見られるっていうとこなんですよね。前髪パッツンで黒髪でね、少しウェーブがかってたりとかして、普通の新婚さんの可愛らしいミラジョボビッチが見られるんですね。イメージがまた違ってね、新しい彼女を表現できるようになってきたんじゃないかなっていうふうに思います。そして出てくる人たちがもうみんないい体をしてるんですね。もう男子も女子もいい体をしていて、カウアイ島なのでショッピングとかじゃなくて、トレイルランとかね、トレッキングをするようなとても綺麗な場所なんですよね。なのでみんなタンクトップと短パンとかなんだけども、そこら辺もこう今までのかっこいい衣装っていう感じよりもとても軽装で、彼女の本当にボディがね、見られる感じの部分になりますね。そしてラストね、30分からだんだん謎解きが進んでいって解明されていくんですけどもね、ここでね、ミラ・ジョボビッチがキャスティングされた理由がだんだん分かってくるんですけど、バイオハザードモーメントがやってくるんですね。もうやっぱそこでも彼女の軽装ながらに肉体だけを使った動きっていうのが入ってきたりして、足が上がらないとか言ってた部分とかがだんだん改善されてですね、体も軽くなったり、いろんな戦術を学んだんじゃないかなっていう身のさばきになってるので、その辺のね、成長もぜひ見てほしいかなっていう感じで、結末も予想できない感じに進んでいくので見てほしいなって思いました。ミラジボビッチとは別にちょっと不死身風の男が出てくるんだけど、やっぱりね、強い男はね、本当にかっこいいなって思った N でですね、でも最後に言いたいのはね、ちょっとね、この指輪をね、その不死身な男が買うんですけど、なんと彼はね、 eBay で買っちゃうんですよ男子みんな、婚約指輪を eBay で買うのはやめようね。
翻訳で言うとミラジョヴォヴィッチのエターナルっていう作品では彼女のロシア語とウェディングドレスが見れるのでね、そちらもおすすめかなって思います。アクションシーンもやっぱ最後あるわけ？そうなんですよ。そこはね、いろいろ言うとちょっとネタバレちゃうんですけど、そういう彼女も見られるよっていう、もうヘルシーなバディがね最高ですよ。ギャップ大事ですよね。何でもないっていうシーンと後半のアクションシーンっていうのは、アクションシーンありきでキャスティングしないと、まあ、その後半ができないっていうので納得のキャスティングじゃないですかね。余裕が感じられる雰囲気がある。大事だね。バイオハザードをやらなきゃみたいな感じで戦闘って感じなんだけど、すごい自然にいつもやってるところからのサバイバル能力みたいな感じの雰囲気が出てるから、こなれてる感じになってるかなって思う。なるほどね。やっぱり長年のね経験っていうのはやっぱ大事だから、すごいいい経験してるんだろうね、うん、それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークボタン、そしてコメントもぜひ待ってるよ。お願いします。インスタグラムもぜひフォローしてくださいね。ツイッターもやっているので、ぜひそちらもフォローお願いします。それでは皆さん、ボーバーイ、ボーバーイ、ボーバーイ。クリエイティブピースでした。